アイドルグループ、ももいろクローバー Z、ももクロの佐々木彩香が4日、自身のブログを更新。当日、23歳の誕生日を迎えたメンバーの玉井詩織に向けて祝福メッセージを送った。佐々木彩香のアメブロオフィシャルブログより佐々木は 6.4 です。アーリンです、と題してブログを更新。冒頭、あーあーあー書くこと溜まってる。ドームのことも書いてないし、ツアーも始まっちゃったし、ごめんね、とファンに謝り、でも今日は、しおりんのお誕生日しおりん、お誕生日おめでとう。23歳の誕生日を迎えた玉井を祝福した。そして、去年もツアー中だったよね。みんなでご飯食べに行った日からもう1年か。早いね、としみじみ。毎年、こうやってブログ書くのはとっても恥ずかしいけど、と打ち明けてから、いつもありがとう、と感謝の気持ちを伝えた。続けて、仕事が終わる寸前とかにアーリンお腹すいたよね。ええ、ラーメン、焼肉、で夜ご飯食べに行こうってやんわりと誘ってくれるのすっごく嬉しいよ。いつも、行く行く。ってなるわらわら、あとは、あーり。あのアンケートやった。でやってない仲間を求めてきてくれるのも嬉しい。こないだ話したアンケートまだやってないから。明日の空き時間にでも一緒にやろわらわら、と玉井の優しさが伝わるエピソードを披露。また、今年のお誕生日プレゼントはメンバー全員何が欲しいか申告制になってて、と明かし、アーリン。ま、しおりんに申告したんだけど、しおりんからはまだ聞いてないから、考えといてね、とメッセージ。玉井との2ショット写真を公開し、しおりん、これからもよろしくねん、と綴った。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。